5回は1944年に初演されたアルベール・カミュの儀曲3幕。舞台はある田舎の小さなホテルでここを経営する女性マルタとその母親は暗い時刻を抜け出して太陽の照る海辺の街で暮らすためにたびたび宿泊客を殺して金品を奪っていた。そこに大昔に家を出て行ったマルタの兄ちゃんが身を立てるのに成功して戻ってくる。 彼は母親たちを救うために戻ってきたのだが、彼女たちの悪事のことは知らず、驚かせる目的で自分の正体を隠したままこのホテルに宿泊する。羽振りがよく一人身と見えた、彼は格好の餌食となり、マルタと母親はジャムを睡眠薬で眠らせて川に放り込む。しかし間もなく、残されたパスポートから自分たちの肉親を殺してしまったことを知り、 母親は絶望して息子の後を追うが、マルタはジャンの様子を見に来た彼の妻マリアに冷たい言葉を投げつけて去ってゆく。この物語は東欧で実際に起こった事件から着想を得ており、カミュはこの事件を小説異法人の中の三面記事として登場させている。後にカミュの古い記録の中から発見された日付のない序文の中ではカミュはこの劇を 現代の筋書きの中に宿命という古代のテーマを再び取り上げることを試みたものと記している。誤解は、違法人、シーシュポスの神話、カリギュラに続く、不条理を主題にした作品群の一つで、カリギュラ執筆の後1942年から43年にかけて書かれたが、上演はカリギュラよりも先であった。初演は1944年6月。 パリのマチュランザでマルセル・エランが演出及びジャン役マリア・カザレスがマルタ役であったが初演時は評価されず、その後1945年9月にカリギュラの上演が大きな成功を収めてから再評価された。ありがとうございます。